ピーター・ジョセフ・インカビリアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手。オクラホマ州立大学時代は、アメリカ大学野球史上最高の長距離打者の一人として活躍した。NCWA の通算本塁打100本、シーズン本塁打48本、シーズン143、打点の新記録を樹立し、これは2013年現在でも破られていない記録である。 2007年にアメリカ大学野球伝道入りを果たした。1985年の MLB ドラフト一巡目でモントリオールエクスポズから指名されるも寒いカナダでのプレーに難色を示し入団を拒否する構えであったが秋になって南部のテキサスレンジャーズへの移籍を前提にエクスポズと契約。早速2選手との交換でレンジャーズへ移籍。 翌1986年の開幕戦で、マイナーリーグの経験なしに4番打者として起用された。ルーキーイヤーから30本塁打を打ち、新人王こそ33本塁打を放った、ホセカンセコに譲ったが、期待に違わぬ活躍を見せた。レンジャーズでは5年連続20本塁打以上を記録。以来、一度もマイナーリーグ降格を経験しないまま1991年に、 デトロイトタイガース、1992年に、ヒューストンアストロズ、1993年に、フィラデルフィアフィリーズと渡り歩いた。なお、エクスポズと契約して、直ちに移籍した一件を受け、MLB では、ドラフトで獲得した選手は契約して1年が、経過するまでは、トレードに出せないという規則が追加された。これは俗に、ピート・インカビリアルールと呼ばれているが、日本でもすでに、 荒川受験を受けて、同様の規則が制定されていた。1995年、千葉ロッテマリーンズの監督に就任したバレンタインに、誘われてスト入団。背番号22。同時に、ロッテ入りしたフリオフランコと共に、打線の軸として期待された。しかし、日本の野球になじめず、打率1割台と低迷、三振が多く活躍できなかった。日米のストライクゾーンの違い。 環境の違い、投手の攻め方の差にカルチャーショックを受けたのが原因だった。シーズン中には二軍落ちを経験。マイナー経験のないエリートメジャーリーガーが日本で初の二軍暮らしを経験することとなった。不本意な成績で一年限りでロッテを退団したが、翌1996年にフルスフィリーズにマイナー契約で復帰。地震初のマイナー生活を経て、 メジャー復帰し16本塁打を放つ。その後、ボルチモア・オリオールズ、ニューヨーク・ヤンキースなどでプレーした。1999年はメキシカンリーグで2000年以降は独立リーグでプレーし2002年に現役を引退。2007年12月20日にメジャーリーグの発表した資料の中に選手時代薬物を使用した選手として名前が出ていた。ただし、 ロッテに在籍していた時に使用していたかは不明。2008年から2010年まで、独立リーグのアメリカガソシエーションに加盟している、グランドプレーリーエアーホックスにて監督を務め、その後も独立リーグの監督を歴任。2021年からは、この年からフロンティアリーグに加盟した、トリシティバレーキャッツの監督を務める。気象が荒く、死球や、 審判の判定に激行する場面が見られ、1995年の対近鉄戦では、ストライク、ボールの判定をめぐってももい審判に暴言を、破棄退場。同年の8月22日の近鉄戦では、イーリキサトシから、東部付近に、死休後、マウンドに走っていき、イーキに暴行を働く乱闘騒ぎを起こして、退場と2回退場処分を受けている。 また退場処分は受けていないが、同年6月28日の西武戦では、平野健が満塁でライト前へ落ちる飛球を放ち、スタートの遅れた三塁走者、インカビリアがホーム突入時に、保守の伊藤つとに手を伸ばして落球させて二塁走者を生還させたことで、伊藤が下校、インカビリアも応戦したことから両チーム乱闘に発展する騒ぎを起こしている。 これらのシーンは、同年のプロ野球人プレコ高プレー対象で取り上げられた。ありがとうございます。